おお、いいねこれ。4番強。はい、どうもハピネスタークのハピネスです。ウォーフレームのソロソーティー実況プレイやっていきたいと思います。今回ですね、フォーリット軍隊を打破せよということでね、駆除強化された物理攻撃耐性、そして潜入敵アーマー増強、機動防衛エネルギー減少、またですかっつってね、もうでももうこれも言い飽きたぐらい、まあたくさん来てるんでね。まあ機動防衛エネルギー減少に関してはまあ100レベルって言っても感染体だから、よほどのことをされなければ、事故さえ起きなければ問題ないっていう感じがしますかね。はい、とりあえず駆除強化された物理攻撃耐性、この辺2つはね軽くクリアしたいところ。行くわよガルーダ、行くわよ。とてつもない感染体の数、でもガルーダに対する愛の方が大きいな。さあ行きましょう。なんだっけ、あ、ハイブ、ハイブ、そうそうそう、ハイブ破壊ね。ハイブ、ハイブ、ハイブ、ここ地形が嫌だよ。オッケー。まあ昨日ね、ガルーダ姉さん全力を閉じて戦ってくれております。昨日よりね、それとほとんど変わらない感じはまあ若干しなくはないんですけれども、ビルド構成とかね、まあここでもガルーダ姉さんの強さをまあ知らしめていくみたいな、そんな勢いで行っちゃってー。はい、まあアルカプラスボール持ってきてるんでね、まあ余裕ですね。余裕でクリアした。いてててててて、何何の攻撃、ビビったー。今 QT 発動した。今何の攻撃だったんだ今びっくりしたよ今、焦ったー。いきなり QT 発動して死んでたんじゃね今、焦ったー。今何のマジで何の攻撃だった、そんなゴソゴソ持っていくって感じ。あいつが爆発したのかな、あの爆発するやつ、今のオレンジ色のやつ、あいつのせい。ちょっと私の顔に何かついてる、ありがとう。そんなに美しいガルーダ姉さんを今日もよろしく、そんな感じに、そんなあなたたちにプレゼント for you、 あざーす。アビリティ効かねえな、やっぱ。オッケー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 、よし。待って待って、ハイブあった、これで全部ではない、あともう一個、あともう一個どこだ、あともう一つは上の方かな、向こうだった。これね、場所示してくれるのはありがたいね。ただ遠い、遠すぎる。なんでこんな遠くにあるんだ、もう隣のハイブまで届く勢いじゃん。オッケー、よし。さああいつ破壊しよう。ハイブにもいろいろ種類があるんでね、まああんまり迷惑をかけないハイブであることを願う。なんでこんなとこにあるんだ、やめて、誰も来ないで。はい、これで足止めしましょう。はい、オッケー。あんまノタクサしてると回復しちゃうんでね、こいつら、このハイブも。よし、オッケー。次ハイブ2個か、ありがたいですね。次どんどん行くわよ。いいね、サクサクテンポの速い感じ。サクサクテンポ速いのは私好きよ。ジャガノカン、ジャガノは向こう行っとれ、行っとれ行っとれ、邪魔じゃ。オッケーオッケーオッケー、まあジャガノは会えたら会うぐらいの気持ちでいきましょう。最近一生懸命倒しててもね、なかなかこうジャガノが現れてくれなかったりするんでね。あ、おおおおおおお、ここか、これ入りたくないな。よいしょ、オッケー、ハイブ破壊、オッケー。あんまあるか使ってくのやめよう、ハイブ破壊の時に、ハイブっていうか主要破壊の時に、それやるとめんどくさいわ。オッケー、任せて。あとはどこ、向こうか、私が破壊するわよ。うわー、ちょっと待って、あいつ火力が高いんだな、敵。何気に火力が高い、なんか一撃で持ってかれてる気がする。なんでだ、危ねえ危ねえ、気をつけよう。なんかね、やたら QT が発動しまくってる、本当に気をつけよう。こんなに火力高かったっけぐらいに火力が高いわ、敵。レベル50でこれまずくないか、なんかびっくりするぐらいダメージ受けちゃうな。いや、ダメージ受けるのはいいんだけど、ダメージがでかい。あの爆発くん気をつけよう、マジで。よいしょ。よいしょ。来たな、お前。いや、お前、よしよし。こいつ、これ生きてる状態でもエネルギー吸い取ってくんだ。これはこれで迷惑だな。よいしょ、よいしょ。よし、オッケー。潰しとけ、こっちとも。敵がいないな。敵がいてくんないと俺 HP 回復ができないじゃない。 HP 回復ありがとう。お前で小屋シーンするよ、お前で小屋シーンするよ、ありがとう。よいしょ、
はい、危ない、入ってる入ってる、よし、オッケー、破壊したかな、オッケー、帰りましょう。あ、残り配分1、あ、3つなのね、なるほど、俺2つだと思ってた。そうか、破壊した直後からカウントが変わるのか、なるほどね、わかりました。長えな、もう帰れるって思ったのに帰れない、この感じ。いや、残業してくれって言われてる例のあれですね。死ねえよ、死ねえよ、死ねえよ。オッケー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 、ここか、ここは、あれ今1個あったような気がしたけど、まあ46発あるかもあるんで足りますね。ただ回復だけはきちんとメインに置いていこう、メインに据えていこう。回復だけは忘れないで、あった、向こうにある。はい、姉さん行くわよ、姉さん、あ、ねねねね、姉さん、おいー、あと2つ、あと2つは、ここに1個あんのはなんとなくわかる。あれ、こっちか、こっちに1個あんのはなんとなくわかる。よし、あと1個向こうか、なんか逃してきた感だね、取り逃してきた感。どこですか、あー、暗転した、まさかの暗転、焦った。暗転イコールゲームオーバーみたいな感じだからな。ちょっと一応回復の猶予だけ。あ、チャージャーの攻撃力がだいぶ高いですね。なるほどな、あったあったあった、見つけました、オッケー、よし、あとはあいつを破壊するだけ。はい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 、オッケー、よし、帰りましょう。あとは死なないように帰るだけ。いや、 QT 様々でしたね、危なかった。よしよし、チャージャーの攻撃力に気をつけよう。まああいつすごいからな、レベルほんと半端ない時どんなフレームでもワンパンで殺してくるからな、あれだけは気をつけたい。ワンパンチ、俺のワンパンはお前の命を、うっふふはは、つってね、やめて、痛いっす。いや、毒がそんなにね今回かかんなかったから余裕でしたね。オッケー、よし、まずは1個目タスククリア。いやー、さすがですね、ガルダ姉さん、ガルダ姉さんね、さすがですね、生き残れますね、すぐに HP 回復でしょですから。 OK です、ちょっと血を浴びたガルダ姉さんでお帰りです。さあ次行きましょう。次がなんだっけ、敵山増強か、なるほどね。じゃああんまり敵とは戦わない路線って感じだね。 OK、 行きますよ、潜入なんでね、サクッと終わらせましょう。はい、それでは2つ目、潜入敵山増強行きましょう。お腹が冷えてるなら、あったかいシチューでも食っとけ。潜入なんでね、そんなに難しくはないけれども、敵と戦わなきゃいいだけの話なんでね。ただ、ただ場所がね、コーパスっていう問題ね。敵がコーパスステージなので、それが問題。オスプレイの方だよね。オスプレイの方捕まえたなら OK。あ、やめなさいよ、チャージャー。チャージャーやめなさい。チャージャーってこれ俺回復これ貼っててもやっぱやられちゃうかな。ワンパンで回復が間に合わなくて持ってかれるパターンかな。行きましょう、どんどん行きましょう。やめなさい、私に触れるのはやめなさい。ちょっとガルーだな、いや今装備変えてきてないからな。ルビコプライムとか持ってんだったらジャガノと戦ってもよかったんだけど、アルガだとそんなに効かない感じがするし、多分俺そんなに殲滅しない敵アーマー増強だしね。そう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 、殲滅力に欠けてる感じがね、欠けてるっていうか殲滅しきれない感じがする、ジャガノを呼ぶまでに。おい、うわ、あ、なんだこれ、あぶねえ、トキシック、なんだこれっつっちゃったよ、ビビったわ。普通にいるとは思わなかった、コンソールの方ばっか見てたから。よいしょ、あーっと普通に間違えた、今2本あるとは思ってなかった、2本あるとは思ってなかったんです、久々にミスったわ最近なんかアイバラ使わなくても、あ、うまい具合にいってんなーみたいな感じだったけど、今ガチで間違えた普通に間違えたわ。うわわわわわわわ、まあ戦闘やっててください、ありがとう。おー、びっくりしたびっくりした、普通に2本目が来てね、あ、なんか予想と違うってなってた。ふう、焦ったぜ。まあクリアできればね、オペレーター完全にあれですね、なんかズルしてましたね、奥、あの下まで行くのに、うわーって倒れながら、あえてね、そのダメージを受けつつ、もうなんかいいやなんか伝わらない感じがしてしまった、うん、伝わらないというか俺の語彙力がなさすぎて伝わらないっていう感じがしてしまった。はいはいはい、はい、オッケーオッケー、次に目を向けましょう。そう、 B ポイントにね、まあ残り B と C をね、完璧にやれば、まあ全てはねチャラになるみたいな感じですよ。特性霊ってやつですよ、特性霊潜入チャラですよ。そうですそうです、そんな感じなんです。
失礼しますわよ。そしてそういうあんたはこうなってなさい。そうそうそう、これで動きをね完全に止められちゃう強さね。カメラあるんで気をつけて、ガルーダ姉さん。よし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 、奥まで行きましょう。よいしょ、敵に捕まらないように。よし、オッケー、見つからないように、捕まらないようにね。まああいつらが警報鳴らすということは間違いなくないからね、その辺は安心。ちょっと試したいこと、ちょっと試したいことあります。あ、破壊できんだなるほどなるほどなるほど、4番で範囲内に入ってれば破壊できるらしい。いやガルーダ強えな。いつの間にかじゃあ壊してたんだな、今までも。これちゃんと確認したことがなかったからな。よし、オッケー。さあ次行きましょう。2番目の夢、2番目の夢を見ていきましょう。俺らもね、俺らも常に夢を見たいって感じで。あっあっあ、よし、次 C ポイント。まあ C そんなに難しくなさそう。一番最初にあの上から筒状にこう降りていくやつ、あれが出てくれてるから C に関してはそんな難しいものを期待してない。はい、ここはなんだ。てか敵がやっぱ潜入ミッション、ソーティーの潜入は一箇所に溜まりすぎててリスポーンされないから全然いないね、敵が。オッケー、よし、これであれば問題ないね。はい、行くわよ。よし、はい、余裕ですね。これはあえてここでこうやって見えてなきゃダメかな、やっぱ。あ、壊してくれるわ、すげえ、壁越しに壊してくれる。やばいやばい、えい、おお、いいねこれ。よし、全部破壊してくれた、さすが4番強っ潜入にうってつけじゃないですか。別に音が鳴ってバレるわけでもないし、オッケー、 B と C は完璧にクリアでした。さあ次行きましょう。次のタスクはちょっと一番大変なやつだね、あれはね。ちょっと戦い方かなって感じだね、戦い方次第。まあ今日のねソーティー自体がねそんなに重めのものがほとんどないのでまだマシな方ですね。あれどこ、あ、こっちから上、ここ帰り道だったんかい、なるほどな。はいはい、ああ、いけなさいよ。オッケー、よし、さあ出口もすぐそこ。うわ敵いねー、閑散としてる、もはやもう誰もいないんじゃねえぐらいの勢いだわ。はい、さあ次行きましょう。次エネルギー減少なんでね、まあどうなることやら。まあエネルギー減少、敵をきちんとね回復薬の肥やしにしつつ戦っていきたいと思います。はーい、機動防衛、怖いよー、ほんとかよー、あはーん。さあ行きましょう。エネルギー減少か、エネルギーの回復がそもそも遅いのが一番嫌なんだよね。別にエネルギーの半減自体は別に問題ないと思うんだよね、いつも何がやばいってエネルギーの、あ、やべえ、コンソール、エネルギーのその回復が遅いっていうのがね一番きついんだよね。危ねえ危ねえ、完全にガルーダ姉さん敵しか見えてなかった。私敵、あ、2箇所やったぜ。オッケーオッケーオッケー、敵しか見てなかったガルーダ姉さんはデータターミナル数が2つでテンションが上がりましたね、非常に。うほうほ、危ねえ、こいつ一番やべえな、あいつの毒が一番やばい。私の回復力が早いか、あなたの毒のスリップダメージが大きいか、勝負してみないになるわ、普通に。よしよし、まあね5択はいいんでね、行きましょう。俺の5択はいいんでね、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。ドーン、落ちるよー。はい、ちょっと遠いんだよね、そうそうそう、遠いし若干時間長いしっていう、そういうところだね。行ってー、バカ野郎、死ぬだろ。はい、オーケー、危ねえ危ねえ、やっぱりやるべきだったね、いろいろとやるべきだった。いや攻撃しなくても大丈夫かなって一瞬思ったんだけど、あんなところにヒーラーさんが隠れてるとは予想しないしね。よし着いた。まあ状況によっては別にそんなねグリニアとかコーパスみたいにやたらこいつを撃ってくるってことはないので、回復さえきちんと間に合わせとけば大丈夫かなっていう。危ねえ、あいつヘビーガンナーみたいにモーション入ったら問答無用で毒やってきますとかじゃなくてよかったわ。よし、オッケー、あ、俺の回復の方が早いね、うふふ、いで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 、どっから攻撃されてんだかが全然わかんねえ、どっから攻撃されてるかが全然わからん。まあ死ななきゃ大丈夫さ、いてー、ヒーラーさんが邪魔、ヒーラーさんが邪魔。よし、オッケー、やばい、トキシックかよ。しかしトキシックの攻撃すらも耐える、耐えるガルーダね、トキシックの攻撃すら耐える、さすがガルーダ姉さん、回復は任せておきなさい。オッケー、やめなさいよ、やめなさいよ、あんまり攻撃するんじゃないわよ、私のこと、私のことあんまり攻撃するんじゃないわよ。やばい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 、これはやばい、
これはまずい、持ってかれる。いや長いな1分って、本当に長いな。てか敵がどこにいるかがわからんよこれ。しかも毒オナラがさっきからいっぱい言い過ぎじゃない。オスプレイ、よし、オッケー。オスプレイ動きを止めておきましょう。これで、これであれば問題ない。よし、いで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 、吹っ飛ばされた。まあでもね、回復さえできれば。これ機動防衛も回復できないのかな、あの装置の回復も。うえ、ありがとう、あなたたち愛してるわよみんな。来なさいどんどん私の元に。私が、あーやばい、これやばいわ、ヘルスがないわ。よし、オッケー。ヘルスじゃねえ、エネルギー、エネルギーって言いたかった。エネルギーをヘルスと言った俺は。オッケーオッケー、よし、オッケー。まあすぐ回復できるんだね、エネルギーは。しかも防衛の心配をする必要はなさそうだね。ただアルカの弾が切れないかどうかが不安だわ。いや強いなガルーダ、マジでこれは強すぎるな。すごいよ、だってエネルギーの回復もできるんだもんこの人。だから死なないもんエネルギー回復ができる、エネルギー減少に強い。私エネルギー減少に強いの、よろしくね。よしよしよし、次次。やばーいガルーダー、やっぱり強いっすね強いっすねガルーダー。コーパス相手はちょっと大変っすけど、強いっすね。いやいいね、やばいわ。弱いイメージが全然わかね。よし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 、行くぜ。オッケー、最後でーす。さっさ最後でーす。さっさ最後でーす。私ヘルス。オッケー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 。あいつ邪魔だな、あの特殊クヤロ。イディ。ちょ臭い息。やばい、やられた。臭い息やられても死なない。危ねえ。いやーやってくると思った。あいつもう完全に、あ、臭い息吐きますんでよろしくっすみたいな、そんな感じだったもんね。よし、オッケー。エクシマスも何のその。やめなさい。やめなさい、あなたたち。やめなさい。よし、オッケー。アルカで一気に攻める。アルカで一気に攻めるガルーダ。オッケー。やばい。よし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 。オッケーオッケー。まあ一瞬やばかろうとね。それはいつものことなんで。他のフレームで来たって同じことですね。はい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 。よしよしよし。おい、おい、小林になりたいか。なりたいか。小林になりたいか。ありがとう。小林になりたい人は募集中。僕の小林になりたい人募集中です。はい、オッケー。もう常に回復を回せるのが強い。何が強いって、常に回復し続けられるのが強い。もう自分の身をこう犠牲にして戦ってる感じでやばいよね。あ、いいえ、オッケー。やばいやばい、ボコボコ殴んな。ボコボコ殴ったって私が美味しいものは出ませんよ。で、出ませんよ何も。いいよ、お前らが出せ。特に金を、金を出せ、金を出せ、金を出せ。じゃなきゃお前あれだぞ、ほらあれだよ、あれなんぞ。いてぇ、やばいやばい。よし、ちょっとエネルギーが足りない系男子これ。いやちょっと待って、エネルギーが足りない系はやめて。よしよし、オッケーオッケーオッケー、任せて。回復さえできればこっちのもんなんだからって。ここネチョネチョがやばすぎる。っていうかカオスだなマジで。ガルーダ姉さんはいつも状況がカオスになるね。ちょっと離れよっかなやばい、毒ダメージがに持ってかれてるこれ。やばいやばい、それはやばい。あ、そうか、エネルギー吸い取り野郎もいたのか。なるほどね、もうなんか誰がどこにいんだかもう全然わかんなかったよオッケー、ちょっと敵を倒しつつ帰りましょう。防衛できればこっちのもんって感じだね。俺喋ってた途中、なんか喋ってなかった気がするんだけど、我ながら。なんかこのヒーラーさんの、あ、なんでもない、うん、そんなことはなかった。なんかヒーラーさんのあの緑色ウェーブがかかってるやつ、なんか2番がかかんないなと思ったけど勘違いでした。オッケーオッケーオッケー。よっしゃー、終わりでーす今回も。あ、いいね。ねえちょっと待って、1週間ぶっ続けてアナサが来るつもりなのねえ。もう6日目なんですけど、連続他ないのあれ、ソーティーの報酬ってアナサ以外なかったっけ。ぶつけちゃか完成ガルーデー。さてこれどこ置いていこうかな。やっぱここだよね、やっぱこ、あ、ねえオペレーターのとこってちなみにどこに置けるんだろう。なんかオペレーターの近くも穴さだらけにしてやりてえなって思ったんだけど、付近ってあんま置けないんだよね。うん、なんかこの辺のテリトリーはこうなんかあるよね、オペレーターオーラというか、置くなみたいな、そういう感じ。すごいオーラ出てるから遠慮してるよね。どうしようかな。よし、こんな感じでどうでしょう。またね、穴さだらけになってきましたね。なんかもういっぱい手が生えてるみたいな、
そんな感じですけれども。はい。またね、次回の想定ミッションもやっていきたいと思います。まあ、そろそろね、アナサじゃなくてもいいんじゃないかなっていう感じもしなくはないですけれども、そんな感じで、ハピネスダークのハピネスでした。さよなら、バイバイ。